こんにちは、スナッパーロックスです。今回はアウターを使ったレイヤードコーデの作り方を4コーデご紹介させていただきます。コーデのラインナップはこんな感じです。1つ目がコートとGジャンのアウターを合わせたレイヤードです。2つ目はダウンジャケットとシャツを使ったレイヤード。3つ目はセットアップとパーカーを合わせたレイヤード。4つ目はコートとダウンベストをアレンジした上級者レイヤードです。それでは早速1つ目のコートとGジャンを合わせたレイヤードコーデをご紹介します。春活躍してくれるGジャンをインナーにコートを羽織った春アウターと冬アウターを合わせたレイヤードです。ポイントはコートを大きめのサイズにすることです。大きめサイズだと G ジャンもごわつかずすっきりした印象になります。また G ジャンの中にボーダーティーを着ることでボーダーもチラ見せでアクセントになってくれます。コートを脱ぐとそのまま春に着れそうな爽やかなコーデになっています。2つ目はダウンジャケットとシャツを使ったレイヤードです。インナーに少し色味のあるシャツを合わせるとコーデの差し色になってくれおすすめです。ポイントはダウンの裾からシャツが出るぐらいのバランスがちょうどいいです。3つ目はセットアップとパーカーを合わせたレイヤードコーデです。セットアップにパーカーを着てフードを出してみました。オーソドックスではあるものの、カチッとした印象になってしまうセットアップにパーカーを合わせることでカジュアルな印象にしてくれます。またパーカーの下に T シャツを出しても少し砕けた感じになってかっこいいと思います。4つ目はコートとダウンベストのアレンジレイヤードです。あえてコートの上にベストを着ます。これもダウンベストはゆとりのある大きめのサイズのものを選ぶのがポイントです。ベストとコートを逆にすることでいつものコーデが違った雰囲気になるのでおすすめです。以上がアウターを使ったレイヤードコーデ案です。よかったら参考にしてみてください。今回コーデで使用したアイテムで販売もしているものは概要欄にリンクを貼っているので気になった方はチェックしてみてください。これからもいろいろなアイテムをご紹介していこうと思っていますのでよかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。